そんなダンスレッスンが始まった中、3月某日ジャケット撮影が行われた。今回の衣装について、なんかここがなんかスタイリストさんが金魚とか言ってたんですけど、はい、この歌は今回の歌は気合が入ってるので、このグローブです。はい、ベリーズ工房ってちゃんと入ってるんですよ。これです。可愛いです。ね、色のところが、なんか色のところはどんな色？こことか、そうそうそう、こういうところとか。後ろ向いてください。こういうところですね。まずはワンショットから。スチール撮影には少しずつ慣れてきた様子。そして8人揃っての撮影へ。今回は一体どんなジャケットに仕上がるのか。なんかさっき可愛いって言われちゃって、かっこいいポーズしないといけないのに、そうやって言われたら、あーもっとやんないとなってちょっと思いました。はい、50話撮ってきてすごい楽しいです。一人一人少しずつ違ってるんですよ。そこが見どころです。こうして行われたセカンドシングル「ファイティングポーズは伊達じゃない」のジャケット撮影。そうして完成したものがこちら。メンバーの明るさと元気が前面に出た仕上がり。